します。そしてパパさん、今日もお邪魔しゆすありがとうございます。いらっしゃいませ。ね、遅くまでお疲れ様ですってことで、ちょっとね帰宅時間遅くなりましたが、すいませんが、はい、そんな感じでしたよ今日も。一日アイドルフェスだったのでね、前々から今日はアイドルフェスですって言ってたんですけど、まあ今日はその当日だったというそういうわけです。なんか今画面の自分の画面で見てると開催中ってなってライブタグってやつがなんかすごい目立ってやるんですけど、これやった方がいいのかな、開催中ってことは。でも私何か開催してるって言ったらなんだろう、ライブタグ、タグってアイドルみたいな感じですかね。よし、これでやってみよう。せい。よいしょ。どこが変わったのかな。あ、シャットさん、おつゆさまということで、今日本当にありがとうございました。こちらも来てくれてありがとうございます。本当楽しかったということで、楽しい一日でしたね。あっという間でしたけども。わ、もう髪を乱れましたもん。朝巻いたら、大体取れるよ。髪全体。ここで一句できたわ私なんかもう前髪がなんかチャランポランな感じですもんね。まあ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 、本日の幸福島確率は 800% です。だいぶ見られなかったけどゆすゆすデーだったってことで、いや本当に私もちょっと出番が早くてね、お仕事の方は間に合わないよって方も結構多くいらっしゃるんですよ。でもね、なんか特典会だけでもってこう来てくれたりとか、すごい嬉しいなっていつも思っております。今日は高まりすぎた、すごいいや本当になんかそのなんというか再会できたこともそうなんですけど、ライブ全体を通して今日は30分だったし、尺がなおさら高まりますよね、互いにね。そうですよ、ライブ、あ、間違えた。ライブは、間違ってない。ライブは A だ。ライブは A ですよ、本当に。なのでね、なんか、いろんなライブがあると思うんですけど、こうやって、ラックやドルフェスを選んで、このゴールデンウィークっぽい日にも、ゴールデンウィークじゃない方もいるんでね、なんかこう、選んできてくれたことはすごく嬉しいなっていうふうに思ってます。ねえ、忙しい中ありがとうございました。まあ今日本当にそういう楽しい一日だったんですけど、なんか明日からライブがないので、ちょっとねちょっと寂しい限りではあります。私はでもライブだと思って過ごしていようかなって思います。ライブだぞみたいな気持ちで過ごそうと思いますね。でもなんか私はそのライブもそうなんですけども、毎回イベントの時とかね、なんだろう、赤風乱入規模、乱入しに行きますか、赤風パークさんに突然ので、それかなんか SIR とかのふりして行こっかな、ちょっと何の曲歌うかわかんないですけど、なんかちょっと混ざってるみたいな感じでいこうかな。ね、赤風パークさんがどんなイベントなのかね気になるんですけど、きっとテーマパークではない、商業施設かでね、いろんな方が見てるのかなっていうふうに思います。早くゆしさんに会いたい。そうですね、次だって7日ですから、7日はゆりぴー、かずきゆりなちゃんがゲストに来てくださるので、もう同じ事務所なんですよ、何を隠そう。だけど私はゆりぴーと喋ったことがあるけどそんなにないから楽しみです。なんかよくこれあるあるなんですけど、その、まあ、ワントゥーワンって私がいる事務所なんですけど、ワントゥーワンは共演はまあまあ多いけど、あ、でも違うな、なんかこうグループが二手に分かれてるっていうか、
こっち側の運営さん、こっち側の運営さんみたいな、なんかうまく言えないんですけど、A 軍団と B 軍団みたいな、なんだろう、別々の軍団がいて、なんかその軍団ごとにはなんか共演多いけど、そうじゃないとあんまなんか実際そんなに共演しないかもみたいな感じなんですよ。なので考えてみたら、ゆっぴーと挨拶は何度かしてますけど、ちゃんと喋ったことがなんかほとんどないなーと思ってます。ミッションは今夜もかわゆすです。はい、ありがとうございます。で、スマさん2度目の訪問ありがとうございます。お願いします。自分も楽しみですってことで、楽しみですよ、本当に。あと、そんな感じです。まあ、5月ちょっとライブ増やしたいですけど、私的には。なんかライブ増やさないと、なんか私はライブをしているアイドルなので、なんか、ライブをしないと、そうですね、困っちゃうので、もうちょいライブ入れていきたいなって思ってます。なんかよく言いますけど、ライブってその一回一回がすごい大事なわけですし、でもなんかライブってもう、なんだろう、積み重ねないと得るものっていうのは、積み重ねたからこそ得られるものっていうのは確実にあるから、なんかちょっとね、もったいないなって最近は思います。なんかチャンスというか、なかなかあれなので。地下で見た中ではあの子が一番おるのうまいと思った。え、ゆりぴーですか？あ、じゃあ、その、ソロとグループ、まあ、今までね、グループのね、活動もされていたわけなんですけど、ね、今、ソロ、みたいな。でも、なんか、ゆりぴー、今日、ツイッターで言ってたから、ちょっと、絡んじゃいましたけど、なんか、ソロやってると、ソロは楽しいと思って、ソロ楽しいなと思ってやるんですけど、やっぱ、なんか、グループはグループの良さがもちろんあるので、こう、なんか、こう、グループの、その、楽しさとか面白さっていうのをなんかこう恋しくなるじゃないけど、そういう時ってあるんですよ。なんか結構絶対あるというか。なので、いや、グループいいですよねって話を勝手にツイッターでしました。そんな話を。でもなんか私結構その一人で、なんか一人で生きられそうって、それってね、褒めているのっていう曲のタイトルみたいだけど、なんか一人でやれそうって、その、あ、ソロライブに関してですよ、って思われてるんですけど、まあ実際今一人でやってるので、やれてると思うんですけど、でもなんかその本来は一人でできない系の人間なので、だってさ、一人でなんか口とか言えないタイプだからね、基本的に。そう考えると、一人の話も別に成立するわけでもなく、まあ、あと、結構もうちょっと踊りたいなって思う時もあったりとか、まあ、いろいろあって、なんか、結構、なんか、本来ソロをやっているような感じの人ではないなって思うんですけど、でもなんか実際皆さんのおかげでやれている。ことがすごい奇跡みたいだなっていつも思います。ね、いや、なんかね、そのなんか結構その、うわ、私って本当にソロアイドルっぽくないなと思う瞬間の方が圧倒的に毎回多いです。なんかで、周りにその仲良くしてくれているソロのアイドルさんとかがこういるじゃないですか。いるとすごいみんなしっかりしてて、もちろんなんかそこ、こうね、まあ、強い信念のもと活動されてるんですけど、なんか私にないものしかみんな持ってないから、すっごいふわーって思って、高まってみて、かっこいいなと思って、すごいなんかファンみたいな目線で見てます。まあでも私はなんかそこでなんかさらりと軽くやれるようなタイプではないし、別にそれは多分誰も皆さんも求めてないと思うので、とりあえずなんか私が変なこと言ってたら、とりあえず助けていただこうと思ってます。 そこ、あ、間違えちゃった。なぜか他力本願みたいになっちゃうね。あ、うんちゃんこんばんです。ありがとうございます。お願いします。どちらにも良さがあると。いや、どっちもあるからね、なんかどっちかとか選べないものですね、そんな。ね、むずい。なるほど、なるほど。つって。大佐さん、こんばんイエス。ありがとうございます。こんばんイエス。よろしくお願いします。眠そうだね。あ、エルちゃん、ヤッホー。ありがとうございます。お願いします。
だからゆすちゃんファンの方は温かい方ばかりなんだねってことで、あ、褒められてますよってシャットさんに。そうですね、なんか皆さんなんか温かいし、なんだろう、私に似てるかわからないですけどなんかあのさらっとしてますよね皆さんさらっとするのいいと思います。明日エイジア待ってる。明日そうだ、エイジア、あ、ソロがいっぱいでしたっけ、ソロの方が。あ、ヨッシーさん、あ、来てくださったんですか、ありがとうございます。初訪問ありがとうございますね、嬉しいです。ライブオツでした。あ、マサさんだ、久しぶりにラックユーで見れて、そうそう、このユスさんの雰囲気としみじみそうですか、あのラックユーの時だいぶいつもなんかあれですよ、なんか一番ラックユーが緊張するんでね、はあ、やばいなと思いながらステージに立ってますけどもね、まあ、大体滑るんでね、なんかあのみんなが声出せる出せないに関わらず、私って別毎回滑ってるんだったってなんか毎回思いますね。ヨッシーさんこんばんは、今日はライブありがとうございましたってことで、本当にありがとうございました、嬉しかったです、ありがとうございました。あ、今井ちゃんこんばんは、こんばんイス、ありがとうございます、よろしくお願いします。まあでもね、昨日初大ドアーズさんでミラソルさんの主催と SIR とユスの主催があったんですね、私で。その時にあの本当に久しぶりにマスク越しにちょっと控えめに声出し OK みたいなライブだったんですよ。で皆さんの声を久しぶりに聞いたんですよ、そこで。で本当に嬉しくって、であとなんか一つ気づいたことがあるんですけど、私すごいライブもともとすごい緊張しすぎて、緊張感を、世界中の緊張感を私集めてきたのかっていうぐらい緊張してしまうんですけど、なんかなんだろう、なんでこんなに緊張するのかなってずっと分かんなかったし、緊張するとめっちゃ眠くなるんですよ、本当に眠くってたまらんみたいななるのね。そう、あ、多分脳に酸素行き届いてないんだわ、そういう時で。あくびしろってことなのかなとかいろいろ考えたけど、なんかそれ、なんかでもこの声を出せないライブが続いてるから緊張感がすごくってってことに気づいた。昨日はなんか皆さんが声をかけて出してくれたおかげで、あ、緊張はね、いい意味でね、一つもしないで歌ってたんでね、あの心拍数でやっぱ分かるんですよ。なんかそりゃそうか、人間ですからね私、あのなんかあーみたいな、タタ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 、そんな早くないけど、まあ、気持ち聞いたタタタタタタ、やばい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 みたいなってなってるけど、なんかみんなさんが歌ったりとかなんか叫んでくれると、なんか緊張はしないですねって思ったら、あ、緊張感は持ってるけど緊張しないみたいな、なんかよくわかんないけど、そうなったらなんか、あ、みんながいてくれて、私今までライブの時になんでこんなに不安がなくっていうか、いい意味で不安がなくずっとライブ生活を送ってきたんですけど、なんか寂しい思いもそんなにしないでなんか寂しい思いほんましたことないです。皆さんが来てくれたり会いに来てくれたり、知らなくても見てくれてるからなんですけど、全然寂しい思いとか不安な思いとか怖い思いをせずに、なんか堂々とというか、まあ私のワールドだって感じでやれてきたのはそういうおかげだなって改めて思ったんですよ。だからなんかその皆さんが目の前にいてくれるっていうのはいつもそうです、変わらずある、あ、当たり前と思っちゃいけない素敵なことだけど、まあ声で応援っていうのも、まあ一緒に曲を作ってるっていう観点で言ったらめちゃくちゃ大事な要素で、まあ皆さんの声が聞こえると、まあそうそうこれだみたいな、だから逆を言うとそこでゆかちゃんコールが入るから私次の歌詞出てくるっていうぐらい、なんか曲にインプットされてるので頭とか曲に、なのでちょっとなんかないと困っちゃうなって思いましたっていうね。あ、ゼロさん初訪問ありがとうございます、お願いします。え、おじごさんこんばんは、来てくれてありがとうございます、お願いします。のえにいさんこんばんは、ありがとうございます、お願いします。なんというかこの一本のライブに全身全霊注ぐ感じ、そうですよね、なんかそうですよ
でなんかとか言って自分で何か言いますけど、なんかしゅなんだろう、すごいこういうのってあんまりあれなんですけど、やっぱなんかこのご時世っていろんなことにこう気を配らなくちゃいけないことがお互いにあるじゃないですか。そうすると今まで私のライブってあの全自動洗濯機だったところがなんか一部手動になったんですよね。全自動の時は私は脳を使わないで、なんだろう、なんかこう何にも、これで大丈夫ですかね。うん、なんかもう喋んないでくださいって、すぐこれ以上、開始できた気がする。どうなのか、開始できたかな。もしかしてドコモだからかな。ドコモは今日は回線状況が悪いとみんな言ってるからかな。どうなんだろう、私がまだ 4G だからかもしれないです5G になったら大丈夫かな。うん、でも見えてるかもわかんないしな、このまま絶妙な、大丈夫ですかね。私多分ドコモだからちょっと不安です。早くなんか、ね